斉藤元彦知事が職員に与えた圧力の実態をご存知ですか？今回の動画では兵庫県知事斉藤元彦の圧力問題に迫ります。斉藤知事はその強権的な手法で多くの職員を恐怖に陥れてきました。まず彼の圧力がどのように行使され、西播磨県民局長 A 氏にどのような影響を及ぼしたのかを詳しく見ていきます。告発者に対する冷酷な報復措置や退職金支給の遅延といった具体例を通じて斉藤知事の強権的な手法が浮き彫りになります。次に斉藤知事の圧力が他の職員たちにどのように広がり、多くの職員がどれほどの苦痛を味わっているのかを明らかにします。斉藤知事の強引な指示に従わざるを得なかった職員たちがどのようにして精神的にも肉体的にも追い詰められていったのか。その中には過労で命を落とした者もおり、彼らの悲劇がどのようにして生まれたのかを追います。さらに斉藤知事の取り巻き牛タンクラブと呼ばれるグループがどのようにして彼の強権的な支配を補完しているのかを探ります。このグループは知事の命令を忠実に遂行し、職員たちに対する監視と圧力を強化しています。彼らの存在が職員たちに与える恐怖の実態を具体的なエピソードを交えてご紹介します。最後に斉藤知事とその取り巻きが兵庫県庁全体に与える深刻な影響について考察します。職員たちの自由な発言が抑え込まれ、組織全体の士気が低下している現状を詳しく解説します。斉藤知事の支配がどれほど県庁内の雰囲気を悪化させているのか、その詳細に迫ります。この動画を通じて斉藤知事の圧力問題の全貌を明らかにし、彼の強権的な手法がいかにして兵庫県庁を蝕んでいるのかをお伝えします。あなたも斉藤知事の圧力問題について一緒に考えてみませんか？それでは斉藤元彦知事の圧力問題についてから始めましょう。兵庫県知事斉藤元彦はその強権的な手法で注目を集めています。特に西播磨県民局長を務めていた A 氏への対応は多くの人々に衝撃を与えました。 A 氏は斉藤知事の不正支出やパワハラを告発しましたが、その告発がもたらした結果はさらに恐ろしいものでした。斉藤知事はこの告発に対し嘘800と一蹴し、内部調査のみで A 氏を懲戒処分としました。この対応により A 氏は一気に孤立させられ、圧力の矛先は彼に集中しました。さらに斉藤知事の手法はまさに陰湿で、告発者への報復として A 氏の退職金支給を先延ばしにするなどの手段を講じました。斉藤知事の発言により A 氏の退職は認められず、退職金の支払いも停止されました。これにより A 氏は生活の基盤を失い、精神的にも追い詰められる状況に追い込まれました。また斉藤知事の強権的な姿勢は県内の他の職員にも波及しています。例えばある職員は斉藤知事に逆らえば自分も同じ目に遭うと恐怖を感じています。この恐怖は斉藤知事が言った一連の報復措置が公然と行われているからこそ生まれるものです。具体的には告発者の14年分の過去ログを徹底的に調査し、弱みを握って黙らせるという手法です。このような徹底的な調査は他の職員にも自分が告発すれば同じように徹底的に調べ上げられると感じさせ、口を閉ざす原因となっています。斉藤知事の手法は単なる権力の乱用にとどまりません。彼は自身の権力を駆使して部下や職員たちを恐怖で支配しようとしています。この恐怖政治は兵庫県庁内に深刻な影響を及ぼしており、多くの職員がその圧力に耐えきれずに辞職を余儀なくされています。また斉藤知事の取り巻きである牛タンクラブも同様に彼の手法を支持し、職員たちに対する圧力を強化しています。斉藤知事の圧力問題は単なる個別のケースにとどまらず、兵庫県全体の組織風土に深刻な影響を与えています。このような状況が続く限り、兵庫県庁の職員たちは安心して働くことができず、県全体の行政運営にも支障をきたす恐れがあります。斉藤知事の強権的な手法がもたらす影響は計り知れず、その対処が急務となっています。
次は西播磨県民局長の告発者への対応と影響についてです。兵庫県知事斉藤元彦の手法はその陰湿さで多くの人々を震撼させました。特に西播磨県民局長を務めていた A 氏への報復措置はその冷酷さが際立っています。 A 氏は斉藤知事の不正支出やパワハラを告発しましたが、その結果彼は計り知れない圧力と困難に直面することとなりました。まず斉藤知事は A 氏の告発を一蹴し彼を懲戒処分としました。この処分により A 氏は即座に孤立し周囲からの支持を失いました。しかしそれだけでは終わりませんでした。斉藤知事はさらに進んで A 氏の退職金支給を凍結しその生活基盤を揺るがしました。退職金は長年にわたって勤め上げた公務員にとって重要な生活資金ですが、斉藤知事はこの重要な資金を手段として利用し A 氏を追い詰めました。また A 氏の退職金問題は単なる財政上の問題にとどまりません。彼の退職が認められず退職金の支払いが保留されるという状況は斉藤知事の強権的な姿勢を象徴するものでした。 A 氏が定年退職を迎えた後も彼の退職金は支払われず、さらに彼の名誉を毀損するための法的手続きが進められました。このような状況は A 氏だけでなく他の職員たちにも強い不安と恐怖を与えました。さらに斉藤知事の手法は A 氏の退職後も彼を苦しめ続けました。 A 氏は退職後新たな職場での再スタートを計画していましたが、斉藤知事の報復によりその計画は頓挫しました。A 氏の新しい職場への移行が妨害され、彼の生活は再び不安定なものとなりました。このような状況は斉藤知事の権力を利用した報復の一環であり、彼の冷酷さを物語っています。斉藤知事の報復措置は西播磨県民局長としての A 氏のキャリアだけでなく彼の精神的な健康にも深刻な影響を及ぼしました。 A 氏は斉藤知事からの絶え間ない圧力と嫌がらせに耐えなければならず、その結果彼の精神的な健康は著しく損なわれました。このような状況は他の職員たちにも影響を与え、斉藤知事に逆らうことのリスクを痛感させました。 A 氏への報復は斉藤知事の権力乱用の一例に過ぎませんが、その冷酷さと執拗さは兵庫県庁全体に深刻な影響を及ぼしています。斉藤知事の手法は多くの職員たちに恐怖を与え、彼らの士気を低下させています。またこのような状況は兵庫県の行政運営にも悪影響を与え、県全体の信頼性を損なう要因となっています。斉藤知事の報復措置がもたらす影響は単なる個別の問題にとどまらず、県全体の組織風土に深く根付いた問題として捉えられるべきです。次はその他の被害者と圧力の実態についてです。兵庫県知事斉藤元彦の圧力問題は西播磨県民局長 A 氏だけでなく他の職員にも甚大な被害をもたらしています。斉藤知事の強権的な手法は彼の周囲の職員たちにも深刻な影響を及ぼし、多くの職員が彼の圧力に耐えきれずに苦しんでいます。例えば昨年11月に実施されたプロ野球阪神オリックス優勝パレードに関わった職員 B 氏はクラウドファンディングによる資金調達が困難な状況に直面しました。 B 氏はこの問題に対処する過程で過労に陥り、最終的には心労が原因で亡くなってしまいました。斉藤知事の強引な指示やプレッシャーが B 氏の命を奪ったと言っても過言ではありません。また斉藤知事は告発者 A 氏だけでなく他の職員にも圧力をかけ続けています。例えば兵庫県のデータベースにおける不法の掲載について、斉藤知事は特定の職員の死を公式に認めず、その存在を隠蔽しようとしました。このような対応は職員たちに対する冷酷な態度を象徴しています。職員たちは自分たちが斉藤知事の目に触れることで同様の扱いを受けるのではないかという恐怖を感じています。さらに斉藤知事の圧力は職員たちの日常生活にも影響を及ぼしています。ある職員は斉藤知事の強権的な手法により自分の連絡先情報が削除され、
同僚との連絡が一切取れない状況に陥りました。このような状況は職員たちの業務に深刻な支障をきたし、彼らの士気を著しく低下させています。斉藤知事の圧力は職員たちの精神的な健康にも大きな影響を与えています。多くの職員が斉藤知事の圧力に耐えきれず、うつ病やストレス関連疾患に苦しんでいます。彼らは自分たちの声が上層部に届かないことに絶望し、無力感に苛まれています。このような状況は兵庫県庁内における職員の働きやすさを著しく損ねない、組織全体の効率や士気に悪影響を及ぼしています。さらに斉藤知事の取り巻きである牛タンクラブと呼ばれるグループも職員たちに対する圧力を強化しています。このグループは斉藤知事の強権的な手法を支持し、職員たちに対して厳しい態度をとっています。彼らの存在は職員たちにとってさらなるプレッシャーとなり、職場環境を一層悪化させています。斉藤知事の圧力問題は兵庫県庁全体に深刻な影響を及ぼしています。職員たちは斉藤知事の圧力に耐えながらも日々の業務をこなさなければならず、そのストレスは計り知れません。このような状況が続く限り、兵庫県庁の職員たちの働きやすさは改善される見込みがなく、彼らの精神的な健康も脅かされ続けることでしょう。最後は斉藤知事とその取り巻きの行動についてです。斉藤元彦知事とその取り巻き牛タンクラブは兵庫県庁内で強権的な支配を確立し、徹底的に権力を行使しています。彼らの行動はその冷酷さと巧妙さで多くの職員を震え上がらせています。斉藤知事は自らの地位を守るためにあらゆる手段を用いて部下を支配し、反対意見を抑え込んでいます。斉藤知事はその強権的な手法を駆使して県庁内の権力構造を掌握しています。彼は自分に反対する者を徹底的に排除し、従順な部下だけを周囲に置くことで絶対的な支配を確立しました。このような手法はまるで中世の独裁者のようであり、現代の民主的な行政機関においては異例です。また牛タンクラブと呼ばれる斉藤知事の取り巻きは彼の指示を忠実に遂行し、職員たちに対する圧力を強化しています。このグループは斉藤知事の権力を背景に職員たちを監視し、少しでも犯行の兆しがあれば即座に対処します。彼らの存在は職員たちにとって大きな恐怖の源であり、斉藤知事の支配を補完する重要な役割を果たしています。例えば斉藤知事と牛タンクラブは告発者 A 氏に対して行った徹底的な調査や他の職員に対する監視活動など数々の陰湿な手法を用いています。彼らは A 氏の14年分の過去ログを調査し、その中から少しでも弱みを見つけ出そうとしました。このような行動は職員たちに対する明確なメッセージであり、斉藤知事に逆らえば自分も同じ目に遭うと思わせる効果を狙ったものです。さらに斉藤知事と牛タンクラブは職員たちのプライバシーや個人情報にも干渉しています。彼らは特定の職員の連絡先情報を削除し、同僚との連絡を遮断することでその職員を孤立させました。このような行動は職員たちの精神的な健康にも大きな影響を与えています。職員たちは自分のプライバシーが守られていないと感じ、常に監視されているというプレッシャーにさらされています。また斉藤知事は自分の権力を維持するために職員たちの人事権を巧妙に利用しています。彼は自分に従順な職員を昇進させ、反対する者を左遷することで県庁内の権力構造を強化しています。このような手法は職員たちに対する明確なメッセージであり、斉藤知事に従えば昇進し、逆らえば降格するという恐怖を植え付けています。斉藤知事と牛タンクラブの行動は兵庫県庁内に深刻な影響を及ぼしています。職員たちは斉藤知事の強権的な支配に恐れを抱き、自由に意見を述べることができなくなっています。彼らの行動は県庁内の士気を低下させ、職員たちの働きやすさを損なっています。このような状況が続く限り、
兵庫県庁の組織風土は改善されず、職員たちの精神的な健康も危機にさらされ続けるでしょう。これまでご覧いただいた内容から、斉藤元彦知事の圧力問題の深刻さが伝わったかと思います。兵庫県庁内での強権的な支配、職員たちへの冷酷な報復措置、そして恐怖と圧力にさらされる日々、これらは現代の行政機関において許されるべきではありません。私の意見として、斉藤知事の手法は職員たちの士気を著しく低下させ、兵庫県の行政運営にも大きな悪影響を及ぼしていると感じます。公務員は市民のために働くことが求められる職業であり、その環境が恐怖や圧力に満ちていては本来の業務に支障をきたすのは明らかです。また告発者や反対意見を持つ職員に対する報復は民主的な社会において決して許されるべきではない行為です。斉藤知事の行動は職員たちの基本的人権を侵害し、その侵害を裏切るものです。この動画を通じて斉藤知事の問題点を明らかにし、多くの視聴者に関心を持っていただけたことを願っています。もし皆さんが同じように感じたこと、あるいは異なる意見を持っている場合は、ぜひコメント欄でお知らせください。あなたの意見が今後の議論を深めるための大切な一歩となります。兵庫県庁内での状況が改善され、職員たちが安心して働ける環境が整うことを願ってやみません。斉藤知事の圧力問題は私たちが注視し続けるべき重要な課題です。視聴者の皆さんもぜひこの問題に関心を持ち、声を上げてください。あなたの声が変革の第一歩となるのです。最後に、もしこの動画が役に立った、興味深かったと感じていただけたなら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。今後もこのような重要なテーマを取り上げ、皆さんにお伝えしていきます。また他にも取り上げてほしいテーマや質問があれば、コメント欄でお知らせください。皆さんのご意見をお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございました。これからもあなたと共に考え行動していきたいと思います。次の動画でお会いしましょう。